ダークセイバーです。今回は、お前らが見た漫画アニメで一番好きなシーン挙げてけに対するネットの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。感動するシーンでも笑えるとこでも何でもいい。チナは岩デスノート最終話でライトが過去の自分の幻影とすれ違うところや。ワイはデスノートの計画通りや。学校暮らしの雪がバイバイメグネイって言って幻影と決別するとこ。アニメ化範囲ちゃうけどユーリがぬいぐるみと決別するシーンもすこ。ルパン映画で藤子が全丸で縛られてヘリコプターに吊るされてるとこやな。泣いていいのはトイレかパパの腕の中だけだって。プラネテスのクズ星の空と最終話のしりとりプロポーズ。進撃の巨人の誰の記憶だろうあたりのシーン。多分歴代で一番見たのは魔女の宅急便で危機が落ちたトンボ捕まえる瞬間。今期ならフリーレンがアウラに本気出すとこ。アカリウス氏を大好き。と、フェイトゼロのギルガメッシュがウェイバーにただ道、大義である。ストムそのあり方を損なうなっていうシーン。サンジがバラ系から旅立つ前にゼフに頭下げる。メガロボックス2でジョーとユーがスパーリングするとこ。うるせえ奴らのラストでラムが、アタルが自分の角を持っているのを見て全てを察するシーン。下着ゼロのクリスと別れるとこ。8話ぐらいだったか。いい年してアニメ？ワイはカリオストロの城でレイジの鐘が響き渡るシーンや。バイオレットエヴァーガーデン10話ラスト話のオチはかなり最初の方から察してたはずなのになぜか泣けてしまった。焼きそばだよ焼いたそばだよ。海馬石津戦で海馬がオベリスクリリースするところ。ナギの明日からの24話の踏切シーン。モンスターのグリマーさんが死に際に感情を取り戻すところ。悟空の海王剣のシーンと初めてスーパーサイヤ人になるシーンは別格やわ。よりも胃のメールを受信するシーンはせこい。グレンラガンの指紋が兄貴の死から立ち直る回やな。ショコタン嫌いやけどあそこだけは好き。ヘブンズフィールのウルタ VS シローライダーの最後。あんな激アツで作画音楽演出のいい神シーンそうそうないやろ。そいつは気か？それともウィルか？ジェングルの王者ターちゃんのアニメ版で追加というか改編されてたアイアンマスクがロザリンと共に救済されるくだり。ゼロの使い魔の2期でヒラガ祭神が7万の敵に立ち向かったところ。ハガレンのブチ切れマスタング。ユニ期でユーナちゃんが地べたに這いつくばって泣いてるシーン。ワイはギスギス物質の言い合いの方が好き。銀河バーテックス3体相手に立ち往生して倒すシーンが最高に少年漫画しててスコ。ワスリは急に 3D になる国防体操式。ここまでヒロアカ出てないの意外やな。名シーン多そうだけど。ド定番やけどオールマイトがデクに君はヒーローになれるっていうシーンが好き。トラドラで最後に1話冒頭のセリフをなぞった語りが出るとこ。ノンノン日和で駄菓子屋がこれまでのレンゲを思い返すシーンで深くにも目頭が熱くなったわ。慶音3年の文化祭ライブの後の部室での掛け合い。鈴宮春日、エンドレスエイトの正解ルートを引くシーン。白箱の23話目ラストにアーモリが耐えきれずに泣いたところ。心の中で3回唱え、ヒーロー剣山ヒーロー剣山ヒーロー剣山ソースやオイラがやってくる。ピンポン星からやってくる。ルパンのオープニングでルパンがシフトレバーを動かしてるところ。ギャラクシーエンジェルでバニラさんが合格、って言った後にノーマットガク。クリキントンっていうシーン。ゴープリンセスプリキュアの復活の F。特殊変身のシーンええよな。グレンラガンの最終決戦で、この時を待っていたってとこ。舞姫の時は舞ぶち切れシーン。GA のバニラがピアノ弾いてるように見せかけてうどんの生地伸ばしてるシーン。アズマンが大王の卒業式かな。オールマイトがノームを殴り飛ばすシーン。あやとくん。切り落として。トップ2でノノガラルクの器具外すシーン。ソルティレイでロイさんが宇宙まで迎えに来たところ。ギャラクシーエンジェルの崖から蹴落とし合う回でフォルテさんが手バタバタさせて空飛んでるシーン。ミルキーホームズでシャロが尋問されてる時に眩しいから消しちゃおってライト消すシーン大好き。ワイは物語終盤でオープニングに繋がる展開ならほぼ全て好き。窓海外ある？ヘボット。5Dsくらいしか思いつかねえや。当たり前だあの後のドンでみんないるやつ。君島の片身の銃であるター形成するところ何回見ても号泣するで。猛烈宇宙海賊5話の電子戦。舞い降りる剣。4月は君の嘘の手紙読むシーン。劇場版花咲くいろはの最後坂を走るシーン。グラナドの電車で主人公が泣くところ。カレードスターの幻の大技。師匠に甘かける竜のひらめき打ち込むシーン。ナディアのフェイトさんのやつ。ソシエが叫びながら自転車で駆け降りて貯金魚川にぶん投げるとこ。
慰霊碑でランカが愛も歌ってるところにアルトが来て話しするところ3話かな。キルラキルのサツキ戦決の激アツ登場シーン全長から最高にスコなんだ。イザークがバスターからキャノン借りてレーダー倒してデュエルがエネルギー切れ起こすシーン。初めの一歩で戦闘戦のインナーライト流れるところは何回も見直してるわ。キルラキル22話で姉妹が揃って変身したシーン。これ行くで。ブルージェイアント好き。ええよな。最近はブルーノがええキャラしとる。これなんて漫画？ドロヘドロや。クソおもろいで。なんやっけこれイエローやっけ？村枝健一のレッドやな。銃の弾止めるとこもよかったんごねえ。このシーンというか対決ほんと好き。実質全部名シーンやからな。なお二度目。あれはあれでいいねん震え声。こっから怒涛の展開やったな。嘘食いがないぞ。このシーンスコ。やっと知ってる漫画が出てきた。ワイが好きな漫画のシーン。最初らへん死ぬほど嫌いだったけど最近は好き。これは反則。バプーキ読んでないんやがおもろいんか。嘘食いの半分くらい面白い。ワイはこれ。普通に名シーンしかないからつまらんかったわ。田中じゃ笑えないし。なんか微妙なの多い。エンデバーのやつは来週アニメでやるから楽しみ。たまに渋いとこをつこうとしてるな。ドロヘドロってどこが面白いのか全くわからん。2巻でギブアップしたけど何巻から面白くなるの？2巻読んで合わなかったらずっと同じや。万人受けするならもっと流行ってる。マイナーメジャーの代表格や。何巻か教えたらそこから読むのかよ。イカれてんなわら。何巻か教えてくれたらそこまで我慢して読むんだよ。ドロヘドロはカイマンタ登場キャラの可愛さを楽しむ漫画。え、うまいのに右手と左手間違えてて草。そういうシーンなんや。ぶった切られたクソデカおじさんの腕虫で強引にくっつけたんだぞ。マイナーなのだとボンボン坂高校の最終回の見開き好き。ラブコメで一番爽やかだった。最後のレスを他人に取られる一気かわいそう。割とちゃんと A シーン選ぶやんけ。見られてるとも知らずにハゲやがっての方が好き。まさかのレッドがあってびっくりした。この漫画は隠れたガチ名作だから認知してもらいたい。主さんセンスいい。今こそ欲する我が正義点26、地に八方割れ仏寺悲劇悪。ギャラクシーエンジェル一期のオープニングでバニラさんが歌詞に合わせて拍手するとこ。銀玉の新選組動乱編の最後の一騎打ち。SSSS。グリッドマン最終話で本当の電光超人が現れるとこあんなんなくは。劇場版ナノハのスターライトブレイカー。ここ数年だと初めましてではありませんよ。ハンドラー1。もう一つ。初めまして。美咲です。ずっとお会いしたかった。シュタインズゲートで秋葉が過去改変されたことに気づいた直後の扇風機。薬屋の独り言さんは、不要日が門を開けた時から昔の思い出のシーン。馬車の中での抱擁シーン。ナノはエイズの10には早手復帰シーン。ドンキー1期10には通りの世界征服宣言。同2期13は武蔵が行える方法は2つ。あの忍者ケーキ入刀で決着は丸10分あるからさすがに長いか。メイドインアビス2期で生産されるマーさん。正直興奮した。ガンバスター。戦ってカズミからの一連の戦闘シーン。風が強く吹いているでぶっきらぼうな親父が息子のレースこっそり聞いてるとこ。街角魔族1号のラストシーン。オッドタクシー。田中に謝罪する小戸川の胸ポケットから落ちるどんらく消しゴム。ガンブレイブ。エレベーターでハリーにブランドンが撃たれるところ。スクライド。クーガーが振り向いてサングラス上げながら答えるシーン合ってるでしょ？一番なんて決めらんねえよ。軽音2期最終話のアズニャンのあんまり上手くないですねからのずっと聞いていたい。やめないでくださいはなく。原始圏2代目のマダラメがカスカベさんに鼻毛が出てたって告白するシーン。NHK にようこその山崎が田舎に帰るときに佐藤さんは負けないでくださいねって別れの言葉に佐藤くんがお前、負けて帰るわけじゃないだろって送り出すシーン。のんのん日和のほのかちんが急に帰ってレンゲが泣くシーン。女教師が死死拘束されて学校のチューリップ畑で吊るされて、よがってるシーン。作品名書いてなかったな。和漢学園。七つの海のピコ最終回エンディング、かな。最近だと映画でパプリの浄化シーン、星屑テレパス4は当たり好き。親子カメハメハ。リゼロのペテルギウス登場回。銀玉の宝剣を木刀でしばき回すところ。銀玉のカムイがノブノブに顔面パンチするところ。モブサイコの正当防衛ラッシュ。植木の法則の再開の際。下着の特に意味はない。リトアカ23話のアッコとダイアナの会話の中のどれか。
ベテルギウスかなー。コブラは名言の宝庫。ヘタレが根性見せるとこ。編集さんのナイスアドバイス。人生の指針になった。やっぱこれよ。モブが男気見せるとことか。小物の勇気は勇者の勇気より見応えあるよね。晴れと言われた気がした。伏線回収の最高峰。何も言うまい。ワンパンマンの本質的な名言。個人的には名シーン。いろいろあるけどタイトル回収は鉄板。1コマがゾーレスに貼られがちだけど全ページ読むとこういろいろと来るものがあるんすよ。コマの形を利用したシンクロ感が好き。こん時のゆとりちゃんはマジで格好良かった。全バキシリーズでもここが最高潮だと思う。兄さん格好良すぎる。福く名作の宝庫だよな。最近ではなかなかの名シーン。5年かけて仕掛けた地雷を5年かけて心の壁を崩し人間に踏み抜かせる悪魔の所業。クスッとなる。瞬間最大風速。前のコマもいいんすよ。絞れるかよ。ギャグキャラが本当にかっこよく決めるのはずるい。最終巻はマジで熱かった。寄生獣の新一の心が鉄になっていったのが分かった子犬の存在を、新一は正真正銘の人間だって証明として最終回のラスト数ページで再登場させたのは漫画史に残る傑作シーンだと思ってる。コブラオコラガゾウのコミケ間に合わないネタだったりメンテが開けるとメンテが始まるネタでしか知らなかったんだけど実際読んだらクソかっこいいシーンで驚いたわ。ノックをするべきだったかなのシーンが一番好き。9。大の大冒険ではポップが一番好きなんだけど、大魔導士と呼んでくれよのシーンは本当に鳥肌立った。崖崩れでは何の漫画？気になる。ドクター系かなー。ゴールデンカムイのタイトル回収は痺れたわ。しかも主人公側じゃないっていうのがまた。おやすみぷんぷんの愛子の母親の首を絞めるシーンの見開きにはゾワッとした。